ジャバーベアジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。今日はちょっと箸休めというか政治的な話題ではなく日常的な台湾に関する話題をメインとさせていただきます。皆さん台湾カステラってご存知でしょうか。日本の文明堂のようなカステラの食感とは全く異なりふわふわの食感に原材料も卵と小麦粉と牛乳と砂糖というシンプルな味わいでございます。最近日本にも進出しているようで都内でもちょっと足を伸ばせば食べられるようになったようなんですが、そもそも台湾カステラを知らない日本人も多いようですね。私は普段甘いものはあまり食べないので台湾カステラを強烈におすすめというわけではないのですが、まあものは試しというか台湾であれば約100元強、400円弱ぐらいでこのぐらいの大きさの台湾カステラが食べられます。世の中が自由に行き来できるようになったら台湾を訪問した際にはぜひお試しください。さて今日話題にするのはこれです。セブンイレブンでこんなものを見つけました。山崎パン製の台湾カステラ税込み138円で、私は台湾で台湾カステラを何度も食べているので味も見た目も知っておりますが、この山崎パンの台湾カステラはちょっと見た目が違いますよね。カステラの上に粉砂糖というかなんか余計なものが乗っかっていますよね。ただ台湾カステラの特徴はふわふわの食感ですので見た目では判断できないということで買ってみました。しかし予想通り台湾カステラっていうほどふわふわな食感ではなくてちょっと期待外れでした。台湾カステラはしっとり系のふわふわで生地の密度が高いというか水分が多いというか持つと意外に重いのですが、山崎パンの台湾カステラは普通のスポンジケーキの上の部分に焼き目をつけたという感じでしょうかね。ふわふわなのですがしっとりとした食感があまりありませんでした。そしてカステラの真ん中にはクリームが入っていたのですが、本場の台湾カステラはコーヒーやチーズなどが生地に練り込まれてからオーブンで焼いている形ですので、この辺もちょっと違うなぁと思いました。ということで、いつもはいい商品を作る山崎パンさんですが、今回のこの台湾カステラはちょっと残念な結果になってしまいました。しかし、もし台湾カステラではなく別の名前で売り出していたら、それはそれでとても美味しい商品だったと思います。つまりは台湾カステラを期待して買ったのでがっかり感が大きかったのですが、台湾が商品名につかない形であればこれはこれで高い評価が得られたと思ったわけでございます。で、実は今日はこれからが本題なんです。最近武漢肺炎の影響なのでしょうか、飲食業界も生き残りに必死なのはわかります。ですが安易に商品名に台湾をつけていませんかということについて私なりの考えを述べたいなと思いました。巷では台湾ラーメン、スパゲティナポリタンやトルコライス、新潟だと焼きそばにミートソースをかけたイタリアン、カステラで羊羹を挟んだシベリアなど地名を冠した食べ物があり、何十年もそう呼ばれて定着しているものもあるので、そんなに目くじら立てるなよと言われてしまうかもしれません。確かにそうなんですよね。もっとおおらかにならなければならないのかもしれません。今回の山崎パンの台湾カステラも私的には食感は残念な感じでしたが、まあ日本人向けにアレンジしたものだと言われれば許容範囲の許せるネーミングかと思います。しかし見過ごせないなと思うのが台湾メロンパンというネーミングです。これはメロンパンのようなクッキー生地をかぶせたパンにバターを挟んだものをこう呼んでいるのですが、もともとは香港人のソウルフードであるオロヤオなんですよね。美味しいものを食べるときにはカロリーのことなんて気にしてはいけません。糖質と脂質たっぷりの美味しさの塊のパンですね。このオロヤオですが香港発祥と言われておりますが、最近日本ではなぜか台湾メロンパンという形で売り出されることが多く、香港人や香港好きの日本人からのクレームで炎上することが多いようです。しかも炎上する理由の一つとして挙げられるのが、もともとは香港発祥だったということを知りつつ、それなのに台湾の屋台で売っていて人気があったので台湾メロンパンというネーミングにしたという言い訳がましい主張をしているからであります。
香港発祥の食べ物ではあるものの、台湾で見かけたから商品名に台湾をつけても問題ないというような主張ですね。結局は炎上した企業は台湾メロンパンという名前を取りやめるケースが多いようです。私もツイッターなどで商品名に安易に台湾をつけることに疑問を投げかけておりますが、ちょっと怖いこととしては、自分自身がクレーマーになっていないか、モンスタークレーマーになっていないかということでございます。ただ弁明させてください。台湾ラーメン、台湾まぜそば、台湾カステラに関しては、発明した人が台湾人だったとか、台湾で流行しているものを日本人好みにアレンジしたというように捉えることができるので、こういうケースで台湾という名前を商品につけるのは許容範囲だと思います。ただ台湾メロンパンに関しては、発祥が香港であり、かつ今や中共に飲み込まれてしまった香港人の心の拠り所と言ったらいいのでしょうか、香港人のソウルフードであるボロヤオが日本に来たら台湾メロンパンに変わっていたらどう感じるかということを考えると、やはり見過ごせないなと思い、クレームをつけてしまったわけであります。日本人であれば逆のケース、例えばお好み焼きを例に挙げて考えてみましょう。お好み焼きって大阪のようなお好み焼きもあれば、広島のように麺たっぷりのお好み焼きもあるのですが、いずれにしてもどちらのケースにしてもお好み焼きには変わりありません。例えばあるアメリカ企業がたまたまマレーシアやタイの屋台に寄った際に、日本のお好み焼きと遜色のないお好み焼きが売っていて、その美味しさに感動したアメリカ企業がアメリカでお好み焼きの商売を始めようとした際に、日本が発祥だと知りながら東南アジアで食した食べ物なので、マレーシアンパンケーキとかタイ風ピザというような名前を付けられたとしましょう。どう思いますでしょうか。私はなんだかモヤモヤした気持ちがあります。食い倒れの街と言われる大阪の人なら、この気持ち多分理解してくれると思っております。今回の台湾メロンパン騒動は、おそらくこんな気持ちになった香港人や香港好きの日本人からの声が大きかったためだと考えております。ちなみに香港のシュウテイさんもツイッターで、こうした日本の安易に台湾をつける風潮に、明らかに香港のパイナップルパンなのに台湾メロンパンになってしまって香港人として悲しいと述べておりました。ただ飲食業界も競争も激しいし、そして何より武漢肺炎の影響もあり、経営が苦しいのも理解できます。しかし安易に台湾とネーミングするのはいかがなものかなと思います。シュウテイさんもおっしゃっていたように、香港パイナップルパンで売り出してもそこそこ売れるのではないかと思っておりますし、香港パイナップルパンまたは香港メロンパンというネーミングであれば、私もポッコリとしたお腹を無視しながら購入したいと思っております。まあグダグダと文句たらたらの動画となってしまいましたが、今回の台湾メロンパン騒動は、自由が奪われた香港という今の現状も相まって、それが香港人のソウルフードだということを知りながら利益を優先させて台湾メロンパンと名付けたことが主な原因ですよね。はい、最後にちょっと話は変わってしまうのかもしれませんが、311以降、大きな街道沿いにある台湾料理を名乗るボリューム満点の食堂が目立つようになりましたが、あれって本当に台湾人が経営してるのかなって疑問に思いますね。おそらく欧米にある日本料理の看板を掲げているけど、オーナーも職人も実は日本人ではなく別の国の人だったというケースに似ているかと思います。ちょっと政治的なことを言わせてください。台湾が中華圏であるというのは中華プロパガンダであります。台湾は台湾であり、中華圏ではありません。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。